今月27日に投票が行われた衆議院選挙の小選挙区の当選者に当選証書が手渡され今後の抱負を語りました当選証書の付与式には衆院選の小選挙区で当選したいずれも立憲民主党の宮城一区、岡本明子さんと宮城二区、鎌田小百合さんそして初当選を果たした宮城三区

十一万五千百四十二票の多くの方から支持をいただきました。その重さを受け止めて、しっかりの。有権者、そして地域のため、宮城県のため、働いていきたいと思います。両方に重責の。重さをしみじみ感じております。初選挙区で勝ち上げさせていただきましたので。この重さというものは。 税金から給料をもらう国会議員ですので、一点の曇りもなくクリーンな政治をして、お約束をしたことを一つでも多く実現できるように、仕事をしなければならない。お世辞が伸び、責任の重さを感じてます。宮城産区、本当に広かったんですけれども、たくさんの方のご意見頂戴しました。そのご意見、そして要望、一つ一つあの真摯に、 対処対応していくそして結果を出していければと思っています当選した議員は来月11日に招集される見通しの特別国会で初登院します